あさって11日日曜日、杉並区中学校対抗駅伝大会が開催されます。これに伴い、コースとなる和田堀公園周辺から善福寺川周辺にかけて交通規制が行われます。規制が行われるのは11日の午前9時30分から午後1時まで。 和田堀公園陸上競技場から善福寺川に抜ける新玉水道道路周辺及び整備橋から熊野橋にかけての善福寺川沿いの道路周辺です杉並区では当日の帰省時間帯についてこちらの道路は利用せず極力迂回をお願いしています 当日現場には警察官と交通誘導員がいますので、その案内に従ってください。なお、新ま水道道路での送迎による車の乗り降りも禁止となりますので、ご注意ください。